ゆたか、お前、何言ってんだよ。は？ゆたか、今日の京都新バステックス、はっきり言って最高のレースだったぞ。ゆたか、お前だけじゃない。浜中の名村クレアの騎乗も素晴らしかったし、松山浩平の大外枠からの最内打に決め打ちしたロータスランドの騎乗、今年の競馬で現時点で最高のレースだった。メイケイエールも出遅れて頭つってどうしようもなかったけど、池添健一だってレースを捨てずに外を走らせて落ち着かせて勝負をしてない騎乗、本命は浜中すぐるの名村クレアだったけど、この競馬で負けたらしょうがないよ。浜中、確かに4コーナーでソーダズリングと同じところにいたけど、馬場状態と競馬のスムーズさを考えたらあそこで外出したのは間違っていない。しかし今週から京都競馬場は C コースから D コース代わり、この変化を経験で馬場読みしてギリギリ伸びるところに誘導した武豊が1枚上手だっただけだ。スブル、浜中スブル、お前明日の G1 に乗りくらなくて小倉に行くような騎手だけど、お前は自信と焦らない気持ちさえあれば一流の騎手なんだぞ。なんか今日は競馬の作りが白い。まあ小倉大将戦の一番人気騎手のディープモンスターは疾走取り消しで、浜中は小倉メイン無職なんだけどね。浜中、そして豊か、武豊、お前いつまで現役続けるつもりなんだ。は？この京都新馬ステークス勝利で38年連続重賞制覇の記録更新。豊か、お前勝利騎手インタビューであと20年くらいこの記録を続けたいですとか言ったらしいな。74歳まで重賞書くつもりなのか。この54歳はスブル、浜中スブル、お前クソジジイに競り負けてんじゃねえよ。はあ、いきなり浜中に刃を向けるな。スブル、お前20年後は55歳、今の武豊と同じ年齢だぞ。武豊はやると言ってるぞ。スブル、お前はどうする。リーディングにも輝いたお前はどうするんだ。浜中スブル、そんなクソジジイに追い比べて負けるような35歳、浜中スブル、お前に一つ提案がある。はあ、スブル、名村クレアと G1 高松の宮記念を勝って浜中スブルが一流騎手だってもう一度復活宣言をしないか。スブル、お前は小倉の王様で終わる男じゃないだろ。もう待ったなしだぞ。俺一足早く中京競馬場のウィナーズサークルで笑顔のスブルのこと、お前の春が来るまで吹きの塔みたいに待ってるからな。頼んだぞスブル、浜中スブル。一体中京競馬場にいつまで住み着くつもりなんだ。こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は2024年の京都牝馬ステークスダイヤモンドステークスの回顧動画やっていくわよ。おお、いつもは恨み事や汚い言葉を投げかける競馬ゆっくりがこんな綺麗な言葉でレースを褒めるなんて珍しいわね。いや、馬券負けても納得のレースを見せてくれたらそんなに腹立たないからね。京都牝馬ステークスは本当にいいレースだったわよ。おお、競馬ゆっくりは名村クレア本命、ロータスランド対抗、プレサージュリフトターンアナで本命単勝、この3頭のワイドボックスで馬券が紙くずになったけど。まあ確かにそうなんだけどね、こういうレース見せてくれると何も言えなくなるわね。負けた名村クレアも56キロじゃなければ、直線でメイケイエールに寄ってこられなければ、っていう言い訳はできるけどさ。今回の浜中の騎乗に文句なかったし、ロータスランドの松山浩平も意図の感じる素晴らしい騎乗。これで外れたらしょうがないわよ。おお、ちなみにプレサージュリフトに関してはどうなの？モズメイメイが57キロなのにスタート良かったからね。田口カンタはよくやったんじゃないかしら。スタートでこの馬の場合は仕事半分終わってるようなもんだし。ただし、モズメイメイもプレサージュリフトも前に行った馬は上り坂なのに結構仕掛けていったからね。ラップを見るとニハロンメが 11.2 秒でそこから 11.2 秒、11.3 秒、
11.6 秒と息が入らない展開だったし、そこから上がり3ハロンは 11.6 秒、11.5 秒、11.4 秒という展開。これを見ると前に行った馬はかなりきつい展開ね。前の馬が全滅しているのもうなずけるわね。モズメイメイ田口カンタはウェイウェイ行っちゃったからね。外人騎手はペース判断力が弱い人間が多いから、プレサージュリフトは後ろからでも行ける馬だけど、追いかけて行っちゃったし。キングスコートってやっぱそういう騎手なんだなーって思ったわね。おお、だから単勝オッズ3桁以上のコムストックロードやスマートリアンが大外から来れたんだけど、決してこの2頭は最速の上がりを使っているわけではないところから見ても前の逆噴射が凄まじかったってことね。しかし、中段から馬場の真ん中をうまく回ってきたソーダズリングが我慢して、なんとかナムラクレアの猛追をしのぎ切る。この形になると外から被せている馬が抜けるんだけど、我慢しきったところは素直に強いわね。竹豊の追いと浜中の追いを比べると浜中の方が、ってのはあったんだけどね。ああやって必死に頑張るところが浜中の良いところだよね。正直今回は100点満点だったぞ。すぐる。お前は竹豊に何一つ劣っていなかった。ただ、短距離場の200メートルの距離延長とこの距離の1キロ重い筋量が効いただけだ。すぐる。高松の宮記念。頼んだぞ。すぐる、お前は一体何目線なんだよ。ソーダズリングは冬場の荒れた馬場の実績がないことからここはないな。ってことで切ったけど、勇み足すぎたわね。まだ明け4歳だし、戦績を重視しすぎちゃったわ。今後の馬券戦略を変更しなくちゃね。おお、それに C コースから D コースに変わって、京都記念より若干打ちが良くなっていたのも影響したように思うわね。C コースのままだったらナムラクレアが勝っていたように思うし、もしかしたら外の2頭が差し切っていたのかもしれないわね。メイケイエールはどうなのかしら？今回は馬場も合わなそうだったし、この馬は出たとこ勝負なところもあるから仕方ないんじゃないかしらね。ただ幸運だったのはスタート直後上り坂で反路を走るようなもんだから比較的早く落ち着いたし、ただここまで気象が変わらないのも問題ね。高松の宮記念。なんとか勝ちたいんでしょうけど、競馬ゆっくりは断然ナムラクレアね。おお。その他にこのレースで気になったことはあるの？モズメイメイの引っ張ったペースが速くて、スプリントのようなレースになってしまったから、掲示板にはスプリンターよりの馬が集まったけど1着のソーダズリングはその中では唯一の距離短縮。そういう意味では竹豊の騎乗以上にこの馬の能力は高いものがあると思うわね。高松の宮記念なのか、ビクトリアマイルなのかはわからないけど。新生誕生ね。ただ3着、4着にはスプリントのリステッドレベルの2頭だから上位2頭の実力は折り紙付きだけど、そこから下は少し疑問ね。決め打ちしたロータスランドはともかくね。おお。じゃあ、ダイヤモンドステークスはどうなの？いやあ、これ、最悪のレースだったわよ。有力馬以外に乗ってる騎手は勝つ気あんのかよと。松岡と石橋以外だけど。は？だってさあ、多少の先行争いはあったけど、それ以外最後の直線まで決まった隊列で用意ドンの競馬。自力上位の帝王ロイヤルに勝ってくださいという競馬。何を解雇しろっての。長距離適性が物を言うレース形態でもなかったし、うまくリラックスして追走できたサリエラが2着って感じだし、一応競馬ゆっくりは本命帝王ロイヤル、対抗ワークスピード、タンアナヒュミドールで3頭のワイドボックスで的中してるじゃない。300円買って、270円の払い戻しだよ負けだよ負けいい加減にしろ。はぁ、でも本命の帝王ロイヤルは1着バチコリだけど、単勝買ってねえんだよいい加減にしろ。おお。もう、このレースはラップも見たくないけど最初の3ハロンは先行争い結構やったのよね。石橋のヒュミドールが意外に逃げて、松岡の名将ゆずる派も積極的な騎手だから前に行ったんだけどさ、キングさんさ、隊列決まってんのに敗退行為みたいにグーンと行かないでくれるか。それにグランスラムアスク引っかかってたし、おお、多分日本ほど海外は長距離レースがないのか。
ペース判断に関しては日本人騎手がいいと思ったわね。結局解散頭はキングがいらないことして先行争いした馬が占めているしね、で。49キロの丸田京介くんさ。軽ハンデの馬ならなんかやらなきゃまずいでしょ。スタートが良くなかったのはわかるけど、それだったら2周目の向こう上面で行かなきゃ。強い馬に強い競馬をさせちゃダメでしょ。せっかく49キロで乗れる騎手っていうのはアドバンテージなんだからさ、まあ。馬鹿正直に動いちゃうと負けちゃうし、見栄えが悪いからねー。モレイラみたいに逆噴射しても乗り蔵が減るだけだからねー。モレイラレベルなら問題ないし、最悪海外逃亡できるし。そうなんだよねー。去年のスタッドリーの騎乗を見せられてもねー。じゃあ今回のダイヤモンドステークスはあまり言うことがないってわけね。そうね。獅子相場のプリムドールちゃんが出てたらなぁ。って思わずにいられないわよ。悲しい。悲しい。東西対照的なレースだったけど、フェブラリーステークスはもっとカオスだからね。一体どんな競馬になるのかしらね。まさかの地方馬ってこともあるかもね。ミックファイアがワンチャン復活したらドラマなんだけどねー。でもダービーグランプリの勝ち方と東京大賞典の負け方がね。それなぁ。以上になります。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。